hrs スペクトル型ユーソティータウリ型星、ヘルビヒアエ、be 型星褐色矮星、純褐色矮星、白色矮星、赤色矮星、純矮星、b 種系列星、ob,a,f,g,k、純巨星、巨星、バリウム星、赤色巨星、青色巨星、輝き巨星、超巨星、赤色超巨星、lbvwr 型母子極超巨星、絶対、東急超巨星は、太陽より、 はるかに大きく明るい恒星のこと。明るさは、青色超巨星の場合は、太陽の1万倍以上、赤色超巨星の場合は、太陽の数千倍以上ある。また、直径は、青色超巨星で太陽の数十倍以上、赤色超巨星では、太陽の数百倍以上はある。最も巨大な恒星は、最近まで、大犬座 VY 星と言われていた。 2012年の時点で直径がそれなりの精度でわかっている中では太陽の1650倍ほどである白鳥座 V1489 星が最も大きな構成となっている。スペクトル型が大型 B 型の青ないし青白く輝く超巨星、青色巨星のうち特に高度直径の大きいものと考えられる。その中で高度が 太陽の数十万倍から百万倍以上で直径が太陽の百倍以上あるものを高高度、青色変更性、LBEV と呼ぶ。LBEV はカジキ機 S 型変更性とも言う。青色長距星の一つ、リゲルの創造図スペクトル型が A 型の白く輝く、長距星。スペクトル型が F 型 G 型の薄黄色ないし、黄色く輝く、長距星。 競技のケフェード変更性、すなわちダセップ型はすべて黄色超巨星であり、ダセップ型とともに、セップ型を構成する CW 型変更星も、明るいものは黄色超巨星である。現在知られている構成の中で、最大級の星の一つ、赤色超巨星のオ,オイヌザ VY 星と太陽との大きさの比較スペクトル型が、K 型、M 型および C 型のオレンジ色ないし、赤く輝く、 超巨星。赤色巨星のうち特に高度、直径の大きいものと考えられる。ほとんどの赤色超巨星は脈動変更性として観測され、そのうち規則性のあるものは SRC 型に、規則性がないものは LC 型に分類される。AB、シリーズ現代の天文学別館天文学辞典日本評論者、第 I 版大挨拶、263ページ。 ISBN 978から45億3560万7385ありがとうございます。